こんばんは。だいたい月曜日の恒例、日曜日の恒例、サンデーブレイクのお時間がやってまいりました。このサンデーブレイクでは、日本が誇るクオリティペーパー、朝日新聞の論調を紹介しています。今週のトップバッターは、朝日新聞のエース、高橋淳子さんの多事総論です。政権批判の気持ち悪い文章に大変定評のある高橋さんなんですが、今回は、首相の寝言を聞かせてやろう私たちの声との見出しで政府を批判していますよ。今さまざまな物の値段が上がっていますよね。ガソリンも高いしさ、生活が厳しくなってるんだけど、次女とか共助の話が多くて、公助はどうなってるんだと後手に回る政府の対応を正面から批判し、なんとかしろと怒っていい、起こるべき局面だろう今はとご立腹の様子が伺えます。そして岸田総理が全国を回って国民の声を聞いていきますということについて次のような批判を加えていますよ。そもそも首相の耳は全国つつうらうらを回らないと開かない何か特殊な構造をしているのだろうか。日々のニュースに接すれば多くの切実な声がどうしたって聞こえてくる。例えば豪雨被災者、炎天下延々と瓦礫を避け、泥で埋まった田畑の前で立ち尽くす人たちに首相は何か有用なメッセージを発しただろうか。この国一番の補聴器と拡声器を有する最高権力者なのになぜフル活用しないのだ。民の暮らしを案ずるふりすらできないでいて、何が原点だ、何がつつうらうらだ、寝言は寝て言えって寝言で言うぞ。高橋さん怒ってますよね。なんかこう新聞記者っていうより感情を焚きつけるようなそういう煽りの文章を書きますよね。有用なメッセージって、まあ、岸田総理とか首相官邸のツイート見てたらちょいちょい出してませんか。お悔やみにしても今後の対策にしても批判したいという気持ちが前面に出すぎて、でもそれが順子節なんですよね。ちなみにこの後の文章では札幌での演説やじ裁判について取り上げられています。最後ではもっと声をもっと聞かれずともこっちから聞かせてやるのだと書いて締めているんですが、いや元気ですよね高橋さんね。この調子だと120歳ぐらいまで生きるんじゃないかなと思いますよ。さて次はビッグモーターに関連する記事を見ていこうと思います。今週も朝日川柳でいじっていますね。27日掲載のものを見ると、顧客よりゴルフボールに頭下げ誓われて天地神明困惑すというのが掲載されていました。先週に引き続きなかなかうまいこと言いますよね。25日には不祥事をいつもトップは知らぬとなという川柳が掲載されていて、評価としてはビッグジャニーズと書かれてるんですよ。結構攻めてますね。26日には社説でも取り上げていて、ビッグモーター信じがたい悪質な不正とタイトルが付けられているんですが、まあどうでしょうね、無難にまとめてきたという印象です。昨日の会見で社長は組織的ということはないと主張した。だが社長の息子の副社長らが工場長を一方的に降格させる処分を乱発し、社内からの不正告発には取り合わず調査もしなかった。最大の責任が経営陣にあるのは明白だ。しかも同社は会社法が求める取締役会を開かず、議事録も残っていないという。全国260店舗、従業員6000人、売上高5000億円以上の規模を持ちながら会社の体を全くなしていない。不正の悪質さと合わせて考えれば、会社としての今後の存続は消費者の審判に委ねられているというしかない。不正の被害者は不要な修理で保険の等級が下がり、高い保険料を払わされている契約者だ。同社と損害保険会社は巻き込まれた契約者の救済に最優先で取り組まなければならない。損害保険ジャパンなど損保大手3社は事故に遭った契約者に修理工場としてビッグモーターを紹介していた。社員を出向させ保険代理店の業務などを支援していたという。互いに客を引き合わせる構図が不正の拡大につながった面はないか徹底的に調べるべきだ。この社説では息子のヤバさ、そして会社のヤバさ、さらには損保会社のヤバさも書いています。ビッグモーターの件あまりわからなかったという人にも分かりやすい内容の社説だと思いますよ。朝日新聞もこれまで数々の不祥事を起こしてきましたけどもね、やっぱり攻めるときは強いですよね。まあでもビッグモーター特殊というかね、異常すぎますよね。だって街路樹まで枯らしちゃうわけですから、そんなのまともな企業じゃないよ。さて次なんですが、いわゆる木原事件なるものについて触れておこうと思います。まあ正直ね、これ今のところ木原事件という名称自体適切ではないと思いますよ。最近週刊文春が木原誠二官房副長官に関する記事を毎号出しているんです。
この前出た号では木原事件、妻の取調官、捜査一課刑事、実名告白18時間と題して、まあ、記事を書いていまして、すごい力の入れようなんですよ。なんと13ページも書いていますからね。で、僕もこの文春買って読んだんですけど、あのね、読み物としてはすごく面白いです。サスペンスものというかね、いつコナンが出てきてもおかしくないですよ。ネットでは結構話題になってるのかなという印象なんですが、そのなんでマスコミの扱いがこんなに小さいんだと、まあ、ご立腹の方もいるでしょう。朝日新聞で検索してみると、まあ、確かに扱いは小さいですね。というか渦中の事件って実は結構昔の事件なんですね。で、事件にはその直接木原さんが関わってるわけでもありません。それゆえに木原事件って文章なんか書いてますけど、もう名称自体がね、それ違うんじゃないですかね。違うんじゃないかっていうか印象操作でしょう。少し紹介しておくと、2006年に安田種夫さんという方が亡くなるんですよ。薬物を摂取していて、まあ、その末に自殺したんじゃないかということで当時は処理されていました。しかし状況がおかしいということで、事件発生から10年以上経って再捜査ということになったんですよ。で、亡くなった安田さんの当時の奥さんというのが今の木原さんの奥さんなんです。文春では X 子とされていますね。2006年当時、 X 子さんは Y という男性と不倫をしていました。それでいろいろあった時に種尾さんが亡くなっていると、まあ確かに怪しい話なんですよ。なので木原誠二さんはこれ事件については当事者というわけではありません。関係があるとしたら、自身の権力を使って2018年の再捜査の時に圧力をかけたのかという点です。記事のリード文には、木原は俺にいつでも首飛ばせるぞと言ったと書いてあるんですけど、結局何も飛んでないわけですよね。木原氏はこの記事、その圧力については否定をしています。これも何か証拠が出てこないとちょっと厳しいでしょうね。記事にもあるんですけど、もうその再捜査の時に結構な時間をかけて聴取を繰り返しているんですよ。なのに全然新たな証拠が出てきていないと、それで捜査打ち切りになるんですが、その流れが怪しいんだと文春は言いたいんですね。なんかね、そのどこ着地点にしたいのかなって分かんない、まあ、確かに怪しい事件なんですけど、これ記事見るとですね、あの X 子さん、まあ、奥さんにはそんなことできない、Z という人物が怪しいみたいな話に流れていきます。仮にこの Z というのが、まあ、この X 子さんに近しい人物だとしても、木原が悪いっていうのは無理があるでしょう。現状は証拠不十分です。28日には文春に証言をした佐藤誠氏が会見を開くんですよ。元警視庁捜査一課の方ですね。この会見に期待されていた方多かったんじゃないでしょうか。でも僕はね、ずっこけましたね。ものすごいふわっとしてるんですよ。その自殺と認定する証拠がないんだって言うんですけど、これ逆にその他殺だとする証拠もないわけでしょう。それでこの会見やってって相当やばいと思いますけどね。根拠はだって俺の見立てとか言うしさ、物証じゃなくて勘でこんなことまでやられたら、それも人権侵害と言ってもいいですよ。というか冒頭部分で会見された佐藤さん大丈夫かなと僕は思いましたけどね。 YouTube がかなり好きだということを言っていて、あの元朝日新聞の佐藤明氏とか百田直樹氏とかの YouTube を見ているって言うんですよ。お察しです。それでなんか会見場に来てるのは篠原丈一郎氏とか望月磯子氏とか、それで内容が俺の勘でしょう。マジで現状はね、森掛以下です。森掛を散々やっていたマスコミですら正面から取り上げられないほどの状況なんですよ今。木原さんが圧力かけたっていう話も、それ証明するの難しいでしょうしね。そういうのが出てきたらマスコミも結構やると思いますよ。今のところは全てがふわっとしています。文春は自習以降もこの話題やってくるでしょうから、そこで何か決定的なものが出てきたら、まあ、マスコミなんかもねやるとは思うんですけど、どうでしょうね。再捜査するならするでした方がいいと思うんですけど、これ2006年の事件ですからね。仮に殺人だとしても、その真犯人を特定して、ちょっとこれ立証するのが難しいんじゃないでしょうか。というところで今回は以上です。チャンネル登録もぜひお願いします。